の大災厄により絶滅の危機に瀕した人類は、種を保存すべく生存権を真空の宇宙へと広げてゆく。人が地球を捨てた時、新たな時代が始まった。中暦の始まりである。中暦1484年、アーリア連邦。軍所有の秘密兵器、陽電子砲が強奪され、地球へ向けてのテロ攻撃が行われた。世界を震撼させたその事件により、アーリア連邦は分裂の危機に陥る。危機を救ったのは、若きカリスマ、ナルカミ・ルキノ。アーリア連邦の有力者家系、ナルカミ家の次期後継者であり、陽電子砲強奪事件のキーパーソンでもあった。火星圏ハルモニア自治領、アーリアからの独立を唱える一派とアーリア軍の武力衝突。そして中暦1486年、物語が動き始める。私だって同じだ。同じ気持ちを君たちにしてほしくないんだ。この嘘つき、お前はアーリアの、お前がハルモニアをこんな風にしたんじゃないか。安易にハルモニア独立問題に関わると痛い目になる。こいつ偉そうに。ワクワクです。お前さん、そんなことが明るみになったらどうなるか分かってるのか。もうここまで来たら聞けませんよ。見たまえ、ルキノ君。まるで犯罪者だ。心が錆びないよう気をつけること。はあ、普通隊長がそういうこと言います。シノブちゃん、持ってやれ。グスタフ、煽らない。ユーシー、腹くくるぞ。クソ、分かったよ。でもいつか笑って話がした。俺たちはトリプルエースだ。そういう組織で動いてるんだ。隊長、やっぱり気になる。素晴らしいよ、ラナタス。私
君のマスターを探してあげる。私は多くの人が友人の力で悲しんでいるのをもう見たくないんです。僕は仲間を助ける。あいつにまだ言えてない言葉があるんだ。レイフ、始めましょう。マスター、よし。